父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎がここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。お母さん、孝太郎さん、もうすぐあなたの人生を変えてしまうような大きな事件が起こりますよ。僕の人生を変えてしまうような大きな事件、一体それは。ご覧なさい。1年前あの船で僕は日本へ帰ってきたんです。あの船の船長さんは圭一君のお父さんなんですよ。あ、怪獣が。お母さん、白鳥船長。お母さん、誰にも助けることはできないのです。たとえウルトラマン太郎でさえも。そんな。じゃあただ待つ以外に方法はないのですか。いいえ、あなたがしなければならないことがあります。僕にすることが。そうです、命を懸けてもしなければならないことがあります。それは。それはあなたが自分で見つけなければなりません。お母さん。孝太郎さん、孝太郎さん。船長、無事だったんですか。え。健一君だったのか。ねえ、どうしたの。ずいぶん苦しそうだったよ。うん、夢を見てたんだ。お母さんの夢を見てたんださ。ねえ、そうでしょ。あ、ああ、紹介するよ。僕の親友の中西一郎くんだよ。いや、本当は僕のお父さんも一郎くんのお父さんもタンカーの船長同士で親友なんだ。そうか。この人がいつも話してるザットの東さんだよ。よろしく。よろしく。ところで君たちはどうしてそんな格好してるんだい。二人でお祝いをしてるんだよ。お祝い。僕のお父さんが今日半年ぶりに日本へ帰ってくるんです。うちのお父さんは明日帰ってくるでしょ。だから二人でお父さんが帰ってくるお祝いをしてるんだよ。ああ、そうか。白鳥船長は明日帰ってくるのか。伊豆沖でタンカーが海中に押されたぞ。船名は第三日本丸。あ、四郎君のお父さんの船じゃないか。火災発生。爆発するぞ。爆発した。無線が消えたぞ。全員出動。全力を尽くせ。生存者を救助し、海中を追撃するんだ。はい、はい、はい。孝太郎は焦った。今探している怪獣が多分
健一君のお父さんの船を襲うのではないかという予感がしたのだ。しかしザットの全力を挙げての捜索にもかかわらず、一人の生存者も怪獣の行方も発見することはできなかった。光太郎さん、今入らない方がいいわ。一郎君とっても悲しんでるのよ。ザットの光太郎さんに会ったら何をするかわからないわ。ちくしょう、ザットなんてなんだい。太郎だってそうだよ、何もできなかったじゃないか。ちくしょう、一郎君、ウルトラマン太郎なんてなんだ。いつも僕たちの味方だなんて言っていて。いけないよ、太郎のことそんな風に言ったりしちゃ。だって何もしてくれなかったじゃないか。ザットだってそうだよ、怪獣をやっつけることもできないでさ。そんなことないよ、ザットだって一生懸命やってるよ。わかるもんか。ケンイチ君は東さんが止まっているからザットの味方するんだ。一郎君、君だって太郎もザットも好きだったじゃないか。君になんかわかるもんか。僕のお父さんは、僕のお父さんは、一郎君、君のお父さんはまだ生きてるじゃないか。あ、一郎君。光太郎さん、僕間違ってないよね。一郎君は寂しいんだよ。ザットは怪獣サメクジラを求めて厳重なパトロールを続けた。そして間もなく朝がやってくると思われる頃、怪獣の反応です。すぐ近くです。よし、コートを下げるぞ。あ、副隊長、担架がいます。ん、西西丸だ。じゃ乗組員は全滅だ。ダメだ、北島さんがいる。攻撃。はい、行くぞ。全員死亡か。はい、申し訳ありません。伊丹、謝ることはない。手抜かりはなかったんだ。しかし無残な目の前で西西丸が襲われてしまったんです。君の責任ではない。しかし。言うな、俺に任せろ。会長、この次は必ず成功させるんだ。はい。よし、引き続きパトロールを開始するんだ。はい、はい。東。はい。つらいな。お前がザットの隊員になったのも白鳥さんの船に乗っていたからなんだ。白鳥さんの家へ行ってやれ。はい。健一君を頼むぞ。隊長。つらい役目だが、お前にしかできないことだ。お願いがあります。ケイチ君にはしばらく知らせないでおきたいんです。今船長の帰りを首を長くして待っています。しかしいずれは分かる時が来るぞ。分かっています。その時のお前の態度が
健一君にとってかけがえのないものになる。ザットのことは我々に任せろ。お前はそのことだけに専念すればいいんだ。大将、頼むぞ。はい。なんだ、小太郎さんか。お父さんかと思っちゃったよ。もしもし、白鳥でございます。あ、父の会社の方でございますね。父が会長に。はい、わざわざありがとうございました。お姉ちゃん、お父さんがどうしたの？お姉ちゃん、まさか孝太郎さん、お父さんは？孝太郎さん、知ってたんだね。今朝早く三浦半島の沖で亡くなった。お父さん、あの怪獣だ。あいつが君のお父さんをやったんだ。飛び立つ。
ょう。ちくしょう。やめたまえ、ケンシ君。そう、コウタロウさんに僕の気持ちが分かるもんか。ケンシ君、僕は悔しいんだ。あの時太郎が来ればやっぱり会長はやっつけられたんだ。ケンシ君、それなのに一郎君のお父さんも僕のお父さんも助けてくれなかった。違う、君はそんなに弱虫だったのか。弱虫なんかじゃない。いや、弱虫だ。君は心のどこかで太郎に助けてほしいと思っていたんだ。お父さんや太郎がいなかったら君はどうやって生きていくんだ。それは、ケンシ君、太郎は太郎で頑張っていたんだよ。どうしてそんなことが。このバッジを見たまえ。これはウルトラの母が僕にくれたバッジだ。コウタロウさん。そうだ、僕はウルトラマンタロウだ。君がお父さんやタロウのことを忘れて自分の力だけで生きていこうとすることは大変なことだ。だがそんな苦労を君にだけはさせない。僕も一人の人間として生きてみせる。僕はウルトラのバッジをもう頼りにはしない。コウタロウさん、とうとうあなたも見つけましたね。ウルトラのバッジの代わりに、あなたは生きる喜びを知ったのよ。お母さん、さよなら、タロウ。よいたぞ、タロウ。タロウではない。東光太郎だ。どっちでも同じことだ。バッジのない太郎など恐ろしくもない。これで地球は我々のもの同然だ。バカなこと言うな。この地球は人間の手で守ってみせる。死ね。ケンシ君、よく見ておくんだ。人間には知恵と勇気のあることを。あいつは俺の方へ引きつける。君は向こうへ逃げたまえ。小太郎さん、早く。工場の燃料タンクのある地帯に成人をおびき寄せる作戦だ。
よし。ケイシ君、見ろ、人間の力で聖人をやっつけたぞ。自らの体を張って観光した光太郎の聖人爆破作戦は成功した。戦い歌うウルトラの母。太郎さん、ウルトラのバッジに頼らなくてもやれましたね。ケイシ君。光太郎さん、頑張るんだぞ。うん。嬉しい。ありがとうございました。お世話になりました。元気でな。気をつけていけよ。大将、お世話になりました。新垣さんにもよろしく。仕方がない。一度言い出したら言うこと聞かないお前だ。元気でやれ。その代わり、お前の言う勉強とやらを精一杯やってくるんだ。はい。じゃあ、おい、気合いくれ、肩に気をつけろよ。元気で手紙くれよ。さようなら。さようなら。いいな。バイバイ。バイバイ。恐るべきマグマ星人の挑戦を受けてセブンは死んだ。その時颯爽と登場した我らが新しいヒーロー、ウルトラマンレオン。その正体は何か。決定版ウルトラシリーズ第7弾ウルトラマンレオン、いよいよ登場。さあ来週はみんなで見よう。